間もなく戦が始まる。今のうちです。ちゃちゃ、わらわ、またこのような事態に巻き込まれることがあっては、ちゃちゃ、二度と会うことはありません。どうかお元気で。いやじゃ、また必ず会えると約束してほしい。そうでなければここを動かぬ。何を聞き分けのない。ダチと別れるのに聞き分けなどできぬ。今度こそ本当に太平の世が訪れたなら、また二人で遊びに行こう。きっとじゃな、ちゃちゃ。はい、必ず。だからどうか無事に落ち延びてください。 She has that look on her face like she's totally lying. わかった。ちゃちゃもどうか無事で。必ず、必ずまた会おうぞ。ちゃちゃ様、よくぞご無事で。あの娘はどうなさいました。自害しました。殿、見分なさいますか。屋敷が火に包まれて改めを回る前に、チャチ様、お手数をおかけしました。He knows she's lying. 我々は戻りましょう、チャチ様。義経、私は何もおっしゃいませんよ。水なりもきっと聞くことはありません。けれど、私は水なりに悪名を負わせることを。どのような評価も覚悟の上です。あれはそうした男です。その覚悟が戦を呼ぶ。はい。Now, Yoshitsugu's always been one of my favorites. He looks like one of those people that you can trust and tell secrets to, and he'll keep to his word. That's what I've always liked about him, really. But I think it's more than that. Gomenasai, Yukimura-sama. He doesn't care. And then she has a true look of sorrow on her face. That's the look I always have.